リンゴルフがエステサロンとコラボしました。おっ、びっくりした。すごい、腹筋が上がった時の高いのって筋肉な、鍛えられてる感じすごいあるよね。うん、めっちゃラップル、いつもしんどい思いしながら筋トレしてるのに。なんで腹筋ついたらね、10ヤード、20ヤード、飛距離も伸びると思う。距離アップに。概要欄に URL 貼っておりますので、ぜひチェックしてみてください。皆さんこんにちは、じゅんです。ゆいです。はい、今日はゆいちゃんのレッスンです。はい、今日はですね、麻布十番にあるマイゴルフレンズさんに来ています。初ですね。初めてでした。麻布十番初めて。いつも赤山か赤坂が多かったかな。うんうん、初めましての麻布十番です。はい、会員募集しておりますので、皆さん興味ある方はチェックしてみてください。はい、ゆいちゃん、今回のレッスンは何ですか？レッスン、今回はね、レッスンというよりか、うん、私の練習ルーティーンというか、練習するときに何してるのかとか、どこを意識してるのかっていうのを喋っていきたいと思います。はい、これはですね、コメントにあったみたいなんですよね。あ、そうなの。はい、ゆいちゃんの練習ルーティーンに見たいというコメントがありましたので、ありがとうございます。こちらを今回はテーマにしてみました。はい、じゃあ早速よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ練習、私いつも練習するとき何してるのかって、うん、だいたい比率で言うと150から200球ぐらい打つイメージで、うーん、最初の5、60球ぐらいはずっとアプローチ。あ、そんなに打つんだ。はい、もう58と52度、うん、でもうひたすら50ヤードと60ヤード以内の距離の感覚をずっと確かめて、自分が打ってる振り幅と実際にボールが飛んでいく距離がどれぐらい誤差があるのかっていうのをずっとこう5、60球ぐらい打って、うん、そっからアイアン、うん、これも5、60球ぐらい、うーん、自分が使うのが多いのが大体9番と8番が多くて、結構ね、私なぜか6番とかもあんまり打たないですよね。9番で何ヤード？120とか。ああ、飛ぶな。なんで、まあ、それも自分が思ってるスイングと実際に打ってる時のスイングがどれぐらい違うのかっていうのをこの機械で見ながら確かめる、うん、自分の中ではめちゃくちゃ綺麗に打ててる、でも実際ビデオで見るのが違うっていう、この誤差をできるだけこう小っちゃくするためにする。だからあんまりね、ロッテとかひもんやとか行って打つっていうのはあんまりしない。へえ、そうなんだ。行くとしてもカメラがある場所に行くことが多い。へえ、誰かに見てもらってもらったり、携帯で撮ってもらうとか。確かにスイング崩れるもんね、見ないとね。し、基本的にラウンドに出てこういう平坦な場所で打つのって、うん、本当にドライバーのだけなんですよ、うんうん、基本アイアン打つ時もウッド打つ時もアプローチする時も平坦なフェアウェイの状態結構少ないんで、うんうんうん、だから練習場でどれだけ綺麗に打ててもあんまり意味がないと思ってるんですよね、うんうん、なので自分の考えてるスイングと実際にしてるスイングのこの誤差を減らすっていう作業をひたすらしてるっていう、うんうんうん、で最近結構何回か言ってると思うんだけど、スイングを変えたいと常々思ってるんですけど、うん、それをやっちゃうともっと大変なことになる。あ、誤差がどんどん大きくなって、 それをまたすり減る作業をずっとしていかなくちゃいけないんで、うん、なんでしここ最近しばらくそれをやってないけど、うん、学生の時はだからひたすらそれの繰り返し。あ、じゃあ昔もそうやってビデオを見ながらやってたの？昔はずっと自分の先生がやってて、そう先生に見てもらってずっとやってたんですけど、今それもできないし、うん、でその練習、ずっと練習してる期間も少ないんで、確かにあんまりそういう新しいことはせずに、うん、今自分の体でできるスイング、うん、でしっかりスイングの順番とか形とか位置、うん、クラブの位置、ヘッドの通り道とかが正しいかどうか全部。よく見るのは、私が一番よく見るのはヘッドがどういう通り方をしているのかっていうのを一番よく。クラブの軌道っていうの、スイングアーク。あ、はいはいはい、この、まあ、アイアンでもドライバーでもそうなんですけど、うん、自分が動かしてるのってここまでの、うん、これで自分のクラブがこう、うん、なんか自分が思ってる位置と全然違うところに溜まる。あ、ヘッドが行っちゃってるんだ。そう、自分の中ではこの位置でしっかり上げてるつもりなのに、
実際に動画で見るとヘッドがこの辺り。ああ、まあそれあるね。そう、でもこれって見ないよね。うん、見ないね。だから自分の中の感覚だけの話だから、うんうんうん、こうちゃんと定期的に見ないとすごいどん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 おかしくなる。でそれが正しいと思い込んでいってしまうので、そういうヘッドの通り道一番よく。へー。あと何回か前の動画で言ってた動作の順番、うん、ここから腰が動いてきてみたいなっていう動作の順番は多分私はもう多分ほぼ間違えない。ここ20年近くこれ。なるほどね。ほぼ間違えることはない。でもゆいちゃんいつも打つ前確認するもんね。体がもうに染みついてる動作なんで、うん、よっぽどのことはないからその動作を間違えることはない。うーん、どっちかっていうと私はもうずっとヘッドの通りにしっかりと、うん、しっかり自分が正しいと思ってる位置でふらふら触れてるのが。へー。そうだから私ラウンド行くと大体こうあんまり動作確認しない、うん、こういうふうにすることがすごい、ね、やってる多いんだけど、うん、これもヘッドがこの位置で通ってほしいっていう位置が多いんです。ここから。なるほどね。っていうのが多くて、まあ、大体だからアイアンとかアプローチで100球ぐらいは打つ。うーん。確認して、あとは私ですね、5番アイアンないんですよね。ユーティリティ3本、うん、で5番ウッドと3番ウッドと打っとけるだけでドライバーで6本入ってる、うんうんうん、でそれを大体10球ずつぐらい打つ。ウッド系はね、何十球も打つことはない。なのにあんな打てるんだね、ちゃんと。ね、ウッド、これどこのティーから打つかっていうのもあるけど、うん、白ティーから回って、うん、ウッド系打つことほぼないんですよね。マジ？ない。じゃあこの前、しゅんちゃんとラウンド行った時もあれ、白ティー。あ、そうだね。あの時も、どんだけ打つって言ったら25度とかあばっかりだと思う。セカンドって結局6番やんとか、まあ、7番やん、8番、9番っていうのが多いと思うんで。すごいな。でだったらもうアプローチの練習にあると思う、絶対。そうだね。っていうのもこれも自分の中の飛距離とセカンドの距離、うん、確かに。私がウッド系めっちゃ打つのとフルバックから当てるみたいな。フルバックから回ると大体セカンド全部打つ、うん、うーん、すごい。そういう変な状況でしかウッドってめちゃくちゃ打つこともないし、3番ウッドとかもほぼ握らない。多分白ティーから回ったらロングのセカンド 4,5 回打つぐらいしかないから、そのために何十球も練習しない。確かに10球ぐらい、さっき言ったみたいにそのヘッドの通り道を確認して合ってるなと思ったらそれで終了。でドライバーももっと打ったら本当に10球ぐらいで。すごい。私もウッドの練習しないけどねなんかあんまり練習で行くとよくみんなドライバーめっちゃ打ってる人いるね、多いんだけど、よくよく考えてみるよ。ドライバーって、まあ、90度打つ人でも、だから2ホール2ホールショートだったら、14回しか打たない。そうだね、ドライバーって。確かに。で、だから男性で200ヤード飛ばないんですって言われると、うん、じゃあドライバー練習しましょうかって言うんだけど、うん、まあ、男性で230とか飛ぶ人だったら、え、じゃあいいじゃんって思っちゃうんですよ。うん、でそれがもうフェアウェイに残るのでそれでいいじゃん、うん、っていう、そうね、考えなんだけど、ね、まあお客さんによってはこう飛ばしたい、うん、もっと飛ばしたいとかね。そうそうそう、この勢いにかけてるんだみたいな言われると、じゃあそのための練習をしようってなるけど、うんうんうん、全体的な底上げをしたいとか全体的に練習したいんだったらドライバーの練習って本当にそもそもそんなに必要はないし、だったら40ヤードぐらい40ダウンぐらい打つアプローチした方がいいっていう、うん、考えなんですけど、うん、なんか半分はもうアプローチ、アイアンで、残りの一時計は全部10球ずつで、常にヘッドの通り道を確認してる。へぇー、ことが多い。ちょっとじゃあ、ゆいちゃんヘッドの正しい通り道を最後に。正しい通り道スイングアイアンとかっていうか、それはまた別のレッスンで撮った方がいいかな。スイングアイアンまあいいか。おー、ちょっと噛んだね。噛んだ。これを打って、はい、このっていうので、こうずっとこれで確認する。どうですか。いや、これトップが悪いマジこの時に左にこう動きすぎてる。あ、動きすぎてるんだ。もっと変えてほしい。ここからこの
この時にもうすでに左に乗っかりすぎてる体が、うん、めっちゃ動いてる左に。本当だ、うん、なるほど。こうやってこれをもうずっとひたすら一人でやってる。なるほど。今左動きすぎたから、じゃあ次は左に動かないように。おお、なるほどね。でまたこれ見て全部確認してみたいなっていうのをひたすらやって一人で。ストイックですね。だからもうみんなもう何十年もこれやってても、その作業が結構水平らしいですね。わかりました。はい、ありがとうございました。はい、ということで今回はゆいちゃんの練習のルーティン、練習の仕方について紹介をしてもらいました。ゆい先生がね、いかにストイックで厳しいのかが分かったのかなと思います。はい、伝わったんじゃないかなと思います。はい、ということでこの動画がいいなと思ったらチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。お願いします。はい、それでは次回の動画もお楽しみに。